工場で超絶の倒し方、フラノスケ編。メダルをつけましょう。火力にマックススキルに短縮、リーグに行きましょう。フランキーの強みは鬼火力。敵を制御するごとに火力が上がっていきます。特にスキルにはほとんどキャラを覚醒で KO まで持っていける超高いスキル。スキルに発動中はダウンせず攻撃中に受けたダメージを2倍にして返します。仮に生き残っても高火力の10発のミサイルで倒せます。スキルには開始とスキルのクールタイムを攻撃ごとに足していくので、ダウンでよろけ向こう中のアリンも逃げられずに倒せます。あと回復も強い。火力が最大まで上がったフラノスケは、多分工場の中で一番強いんじゃないでしょうか。そんな当てない敵がいないので、いろんな敵をバッサバッサ倒していきましょう。スピーチなんか特にヤバい。あと2週間くらいでオバズできるので、そちらもお楽しみに。チャンネル登録よろしく。